はい、えー、おはようございます。10月18日金曜日朝6時の相場解説になります。えー、今日の相場解説をもってですね、来週なんですけども、43週、えー、10月の21日から24日まで相場解説はないと思ってください。すいませんけども、出張中はインターネットの環境がね、当てになりませんので、えー、一応 Wi-Fi は持っていくんですけども、まあ、ここまでね、 すらすらと情報更新できると思えないので、1週間全ての放送を休みにさせていただきます。プラスですね、 えっと、不定期なんですけども、生存確認のために短いライブ放送はしようと思いますので、その時に相場のこともちょっとお話しするかと思います。それでは本日の相場解説に移っていきます。10月18日金曜日朝6時です。えとりあえず8時30分からの CPI を待たねば何もできません。今お話しできることは、とりあえず上昇の流れが止まって、ここに蓋をした形になるかなというところですね。要するにここが一つのまたネックラインになってくるかなというところです。150円の290ということで、今週は 149円台で推移して最終的に150円台にポンと上がるかなと思っていたわけなんですけどもまさにそうなったかなというところですねはいそれでは冷やしから見ていきますよえっ、ー、と冷やしこれだったかなあこれですね冷やしでございますこちらをなんとか抜けてトライアングルとかレンジとかありますけども150円台に入ったところが見えますでこの上昇トレンドもイージーということですね これから151円、152円と進んでいって、年末を迎えるのかなと思いますけども、私ね、130円台に行くと思ってたんですけども、今回の石破政権によって、そうはならなくなりましたね、決定的なのが、利上げをするタイミングではないっていうふうに、石破総理が口を挟んだことです。まあ、もちろん、口を挟んだって言ったらね、余計なことすんなみたいなことになりますけども、いや、利上げをしちゃだめでしょうっていうのはね、やっぱり思いますしね。 日銀が暴走して利上げするんだって言いましたけども、何の意味もないことですよ。で、利上げをすると多くの長期金利を組んだ方がものすごく苦労することになって、不況がさらに早まると思いますんで、利上げはしちゃダメでしょうと。むしろもっともっと利下げをして、プラスで財政出動することなのかなと思います。まあ、この辺はちょっとね、えー、ここでお話しすることじゃないんで、この辺に留めておきましょう。次、4時間見ていきます。はい、4時間を見ると、こちらから、 徐々に上に上上ががってていったところが見ておりますそしてこのゾーンを上げてですね、150円台に入っていくことが見えますんで、ここにレジサポラインをぐーっと引く、そんな補充線をね、つけることもできるんじゃないですか。まあ、これがいくらなのか、ここではっきりわかりませんけども、おおむね150円ジャストと思っていただければと思います。150円ジャストで、今度はレジサポ転換、抵抗ができちゃうっていうふうに、今ね、えー、見ておけばいいんじゃないですか。その後、 上昇トレンドの形を移動平均線が取っているのが見えます。で、最後に1時間を改めて見ていきますけども、じゃあ今日は一体どうすりゃいいんだって話ですけども、この時点でわかるのは、とりあえず上昇の形がここで一旦止まっているよってことね。で、えっ、ー、と、こちらの方で線が引けるかなと。もしくは150円ジャストですね。このあたりで。とりあえずの仮のレンジっていうのができます。ここ、もしくはここね。 さら、はい、に CPI がもうすぐやってきますんで、この状態がどのぐらいかき回されるかってことですよね、CPI の状態によっては、上に突き抜けて新しいマーケットが見えるかもしれませんし、もしかしたら149円台に逆戻りして、ここでまたね、スったもんだが始まるかもしれないなっていうところです。いずれにしても、今日は午前中に方針を決めるってことになりそうです、金曜日、え昨日までとは違って、まあ、かなり難易度の高い金曜日になりますんで、ご用心です。